総督がいらっしゃるぞ。本日ヒトロク〇〇をもってフェンリル本部奪還作戦を開始する。もはや多くを語る必要はない。人類の未来のためにただ成功あるのみだ。これより作戦の概要を説明する。作戦は3つのフェーズに分かれ順次展開していくことになる。フェンリル本部を頂上と仮定した未踏海域の逃犯ルートを3つ用意した。それを複数のキャラバンで同時的にアタックする第一フェーズ。第一フェーズで構築した航路をもとに後続の支援部隊が移動を開始。前線で待つキャラバンに物資を送り届ける第二フェーズ。そして全ての準備を整えた後部隊を再統合。全てが闇に包まれた真相を踏破。フェンリル本部に至る第三フェーズ。俺らはどのルートなんだ？先にもお伝えした通り、海域シュアラガミの排除がこの作戦の鍵を握る。事前の調査によりある程度の生息域を割り出すことに成功した。それはこの南北に迂回する航路であり、まさに最難関かつ最重要ルートと言っていい。クリサンセマン、君たちの獅子奮迅の働きに期待する。そして彼らの支援を担うキャラバンはバラン。第2フェーズの要はダスティーミラー。大規模輸送船団を有するその力を存分に発揮いただきたい。第3フェーズは我がグレイプニルの精鋭たちをはじめ総力で活路を見出す。説明は以上だ。それぞれのキャラバンに戻り準備を進めてほしい。諸君の健闘を祈る。あれ、ムルは？ルルさんの反応消失してますね。通信への応答もありません。どういうこと？何かの冗談か？人型荒神はどうした？お前の大事な船を海域に沈めるってことでいいんだな？交渉をさせてほしい。これ以上の交渉の余地はない。ならば腐っても貴様は我らの同胞、捨て石となる覚悟があるようだ。何の話だ。奴は勝てない戦いに準ずる覚悟です。くだらん。さっさと片付けて奴らの船を沈めろ。いいな。お前の覚悟見せてもらおう。死ぬ覚悟があるのだろう。その覚悟バランの下で果たす気はないか？お断りします。クリサンセマムのみんなは私を初めて私として扱ってくれた大切な仲間。私は彼らのために戦う。この命の燃える限り。威勢はいいが、人の心を知ったな、ルル。私は早くその虫けらを潰してしまえ。俺は忙しいんだ。聞
こえないのか？潰せって言ってんだ。その這いつくばった虫けらを。黙れ。うん？黙れと言っている。てめえ、誰に向かって？己の全てをかけた力と力のぶつかり合いに部外者が口を挟むな。なんだと？ルル、お前の立ち筋見事だった。強くなったな。師匠。バカな。所詮はエイジ。虫けら同士ここで仲良く消えろ。撃て。またついたか。くだらん時間を過ごした。師匠、なぜ？このクソ虫どもが。撃て。奴らを灰にしろ。はいはい、残念ながらあんたの船の砲塔は制圧させていただきました。兄ちゃん、無駄に情報垂れ流すのやめろって。だよ、うっせえな。ここは颯爽とヒーロー登場って流れだろうが。貴様ら、あれは階段の起爆装置。死ねえ。お前たち遅くなっちまったな、ルル。なんだってメロ。話せ。あんたのやったことは明確な海域航行法違反だ。観念するんだな。なんだと？エイジの虫キャラ不正が。弁護士、弁護士を呼べ。呼びたきゃ呼べよ、おっさん。海域まで来てくれる弁護士がいるならな。終わったな。これからどうするおつもりですか？あるべき場所に帰る。それだけだ。バランにお前の帰る場所はない。好きに生きるがいい。どこへなりとも。師匠。バランに戻って待っているのは責任追及。それを分かってあの人は。覚悟の上だ。巻き込んでしまってすまない。そうじゃないだろう。謝るのなら黙って出て行ったことでしょ、ルル。あ、そうだ。どんなに危ない橋だって一緒に渡る。そういうもんだろ、仲間ってのは。ごめんなさい。お帰りなさい、ルル。ち、無線がイカれたか。かなり濃いな。大丈夫？あんたたち普通のゴッドイーターにはちょっと答えるんじゃないの？いくら私たちが海域用に調整された変色因子を投与されているとはいえ、長居はできそうにないですね。まあ、行けるところまでは付き合うさ。待て。なんだこいつら。エイジ。赤の女王。久しぶりだな、兄貴。お前はニール。なんでお前が赤の女王に。ニールって前に話してた行方不明になった弟さん。まずは話を聞いてくれ。ここに至るということは、諸君らの作戦はほぼ成功したと言っていい。おめでとう。
お前がベルナか。いかにも。私が赤の女王の首領ベルナー・ガドリンだ。赤の女王が我々に何の用だ。仲間に危害を加えるつもりなら手荒なことはしたくない。